人生の扉オープンザストーリー皆様こんばんは人生の扉オープンザストーリーの時間ですパーソナリティは私米沢優里がお届けしますこの番組は育児ママの日常エピソードやお悩み相談乳がんなど山に挑む女性たちのおるメッセージなどを中心にお届けしております えー、今日はいつも私ね YouTube 青い海の背景でちょっと喋ってるんですが今日は私の歯も青くなっています <laughs> さっきねギリギリまで歯磨いてたんですけど息子があのホワイトチョコレートに青い着色料を混ぜて溶かしてあとクッキーにそれを入れて固めてなんかちょっとお菓子作りをやりたいって言ってやったんですけど着色料ちょっとでいいのにって言ってのやっとバーって入れて。 あの女それでさっき固まったチョコ食べたら歯、はあ、磨いても磨いてもうがいしても,うが,してもうがいしても私の口から青い水しか出てこないっていう状況で多分今日ねまだちょっと 歯が青い唇青い状態でお届けラジオだと聞こえないんでほっとしてるんですけれどももし youtube 覗かれた方うわ歯が青いって思われるかもしれないんですがちょっと汚いですけどごめんなさいご了承くださいちょっとそんなハプニングさっきギリギリまで歯磨きさんで歯がスースーしながら今日はお届けしていきたいなという風に思います今日の番組の内容前半の方は子供の習い事皆さんどうしてますか 東京都と、えー、沖縄の違いについて私が知りう情報でちょっとお話ししてみたいなと思います。後半は私たちの乳が物語をお届けしたいと思います。またこの番組は皆様の日常の悩みや頑張ったエピソードなどもメッセージにて随時募集しています。メールアドレスは七六一エムコズアットマークティーメールドットコム、リクエスト曲もお待ちしております。 そして当番組は番組終了後 FM コザの YouTube ライブで映像と音声でも見ることできますので過去の放送も含めてお楽しみくださいさらに FM コザのホームページからも可能です人生の扉、さて今週は子どもの習い事どうしてますかについてお話ししたいなと思います 以前ね、去年多分この同じなお話ししたかなと思うんですけれども、当時はちょっと私は東京に住んでるので、東京の話中心にはしてみたんですが、そういえばね、まさしくこれ聞いてくださってる皆様、沖縄の皆様なので、沖縄の皆様の習い事事情はどうなんだろうと思って、ちょっと沖縄の方に伺ったり、あとは今、何が一番人気があるのかっていう、ちょっとデータの方、調べてみました。 それとね、東京とやはりちょっと違いが出てきてそこも面白いなと思いつつちょっととそこについいいてて話し,してみたいと思います。沖縄ではね皆さん周り何か習い事子どもたちさせてますか、ね、あの私の住んでる東京はとにかく習い事競争も過熱か、 私のこの前あの、ママ友に聞いたんですけれどもあ、ママ友のママ友なんですけど、週に8個並わせてるって言ってて、どう考えても日付合わないでしょうよって、8個ってどういうことなんか土曜日に2つ掛け持ちをして、あと放課後に毎日って感じで、いやー、もうね、忙しいそうです、毎日忙しい、そりゃそうだっていう。 いやもうこれはもう極端な例なんですけれどもちょっとね子供が多い町なのでもう金つかしすぎてしまって子供たち疲れるでも私もねそんな波に飲まれないようにってすごい気をつけながらでも結局ピアノとサッカー2つかな通わせてるんですが小学校に上がったら自分でちょっと決,決めてもらってあの自分で選択したものにだけにさしてあげようかなとは思ってます。ね えー、皆さんはね沖縄の習い事ってことでもよくご存知かとは思うんですがいや東京との違いちょっと見てみました両方とも第8位まで出ているんですがちょっと長くなっちゃう第5位ずつまでお届けしますね沖縄の習い事第1位空手2位水泳3位そろばん4位くもん5位英語東京の習い事第1位ダンス 2位そろばん3位水泳4位英語5位書道もうねここで大きな違い2位から5位はもうほとんど一緒全く一緒違いは沖縄は空手東京はダンスでもまあ通じてるものはありますねやはりあの体を動かす目いっぱい動かすそういう面ではやはり共通してるなと思っていてそれ以下はあのみんなほとんどお勉強とかね そろばんとかだったんですけれども、これがやはりなんか街の違いで面白いなと思いました。あの、ね、沖縄であ空手が多いって言った時、私、確かそういえば安室奈美恵さんがデビューした時に、あのダンスに空手のこのキレのいい空手の動きが入っていて、空手の服を着てね。あのテレビ番組のインタビューを答えてるのを、もうすっごい鮮明に覚えていて。 あとはあの女の子カラっていうのをまだ知らなかったんで強烈なあのいい意味で強烈な記憶に残っています。で東京は逆にね空手道場を見つけるのが難しいぐらい少ないんですよね。やっぱり街によってちこの違いっていうのもすごく、まあ、同じ日本でもねそういうと地柄と地柄があって素敵だなとも思ったんですがその違いについて気づきました。 でも沖縄の方はねそんなにあの習い事たくさんさせるっていうところはないというふうにあのそういうご意見沖縄の方に聞いたんですけれどももうね「助けてくださいよ東京に住んでると大変なんですよ」スーパーに行ってもね0歳からの幼児教室とかも幼児教室だらけなのもう通わせなきゃバカになっちゃうのって一瞬ねあ迷っちゃうんですけどいや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 あの公園でいっぱい遊ばせた方がいいって私は思ってるので。 とか言いながら0歳以歳で幼児教室通わしちゃったんですけどいやこれちょっと意味あるのかなってよく分からなかったのでうちの場合はですねうちの場合は全然椅子に座るタイプじゃなかったんでやめさせちゃいましたはいでこんな感じでちょっとあの東京と沖縄の違いなどねあのちょっと土地の感じを伝えてはみたもののじゃあ結局私はこうは言うものの結局今習い事で悩ってる迷ってるママたち 何かヒントないのじゃあ結局何がいいのよなんて思うかもしれないんですが、えー、調べてみたところ、まあ、私の中であそっかって納得できたのはもう本人がまず楽しんでるかどうかもうこれ大重要であとは過熱化しないね子供が疲れてないか ママがね、あれもこれもって不安を自分の気持ちを書き消すために通わしている方も結構いらっしゃるみたいで、子供が疲れてないか。で、最後は、あそうですね、最後っていうか、今言っちゃったんですけど、親の不安のために、書き消すためにいろんなものをやらせてないかってところですね。まあ、昭和とね、今の違い、全く教育方針も変わってきて、特にピアノとかバレエが分かりやすいんですけども、ピアノも結構スパルタなね、 行く先生怖いいっっていう教育多かったんですけど私の時代はそれでしたでも行くの怖くて嫌だったんですけど今は褒めて伸ばして楽しませるっていうところの教室もすごく増えてきたのでそういう時代の流れも違ってはきてるんですがまあとにもかくにも教育方針変わっても本人が楽しんでるかどうかで選べるといいかなっていうふうに私も今実感しております。 それでは今週のパワーアップソング1曲目お届けしたいと思います。先ほどご紹介した枯れた姿がとにかくかっこよかった。ダンスのキレッキレだった当時の安室奈美恵さんのこの曲お届けしたいと思います。Mr.USA 安室奈美恵リ i ス s u p e r m o n k e y s 人生の扉オーーープンザストーリー後半は私の乳がん物語をお伝えしたいいと思います、えー、私が乳がんを経験した、えー、それで、えー、気づいたこと、えー、感じたことを今ね乳がんに限らず病に挑んでる方々に何か一つの、えー、参考になると嬉しいな思いを共感できると嬉しいなと思ってこのコーナー、えー、今年から始めてます。 今日は、ね、体の傷についいいてお話ししたいと思います手術すると、ね、体に傷が残ったりすると思うんですけれどもこの傷で今悩んで気持ちがスーっと小さくなってる方いらっしゃらないかなと思って、まあ、い,いらっしゃると思うんですけれどもそういう方に是非聞いていただきたいなって思い。あの短い時間なんですけれども このコーナーナだと3分ぐらいしかないのでね、あのー、私に伝えられること少しですけれどもお話ししたいと思います私もね乳が、あのー、ステージ0とはいえ両胸全摘出しましたお腹のねお肉使って、えー、両胸の自家組織再建手術っていうのをしたので私は両胸そしてお腹ねウエストからウエストまで あとおへそも作り直したんで、いやもう傷だらけです。びっくりするぐらい傷だらけです。なもう少しずつね、傷の後薄,薄くはなってきたんですけれども、もうこれ消えることはないのでね、もう仕方ない。でもこれは自分が生きるために頑張ったいっあの勲章だと思って、私は今の体を受け入れてます。で、あの乳がんフォトサービスということで、あの乳がんの手術する前、した後の方も私は写真の。 撮影する活動をしているんですけれどもこの1年間あのたくさんの方でやりましたでそれで気づいたのはあの傷跡がね5ミ、mm、程度とか 1cm 程度の方でもものすごくうつ病になってしまった方もいらっしゃいました逆に私みたいにものすごく傷だらけだけどもこうやって前もって生きるっていう全身の気持ち切り替えたバージョンの私もいます こう向かい合って本人たちの話を聞いてで気づいたことは体に傷はできても本当にあの病は来からっていうところで心まで病に侵されないで自分のね頑張った傷跡は自分への勲章だと思ってって思ってなんで傷跡の大きさイコール心の傷では、ま、全くないもうまさしく自分次第っていうところ っていうことを私はたくさんの方見て気づいたので今もしね体に傷跡とか何かある方は決してねあの心までねあの影響されることなくその傷は自分を守った大切な傷跡勲章だと思ってあのあか温かく受け止めて一緒に人生を進んでいってもらえたら嬉しいな。 っていう,ふうに思いいますいろんなご意見もあるでしょうしねこういうことを言っているとね笠井アナウンサー元フジテレビの,の方もがんと戦って今状態良くなってね自分の経験をいろいろとブログで発信していると今苦しんでる方から結構厳しいご意見とか炎上がしょっちゅうあるらしいんですよ。だけど自分にしかできないことを発信していくことで一人でも誰か 何か心が救われることがあるなら僕はねあの全員の方に言葉は送れないけどこのまま頑張っていき生きていこうという記事があったので私もそのメッセージ受け止めてできることしていきたいなというふうに思ってますもしこの傷跡などで心の傷のある方私でよければぜひメッセージお待ちしておりますそれでは、えー、5月21日 東京の渋谷になるんですが私はこの1年間取りためてきた乳がんフォトのリリース展示会ありますのでもし東京に来られる機会がある方東京にお友達がいらっしゃる方是非よかったら遊びにお越しくださいそれではこの曲お届けしていきたいと思います MISIA さんで「愛の形」 人生の扉オープンザストーリーさてエンディングのお時間となりました人生の扉オープンザストーリーいかがだったでしょうか女性目線のトークですけれどもぜひ男性リスナーの方からのご意見もお待ちしております今ね私はっと画面自分の喋ってる画面と気づいたんですけど子供の椅子が映ってたごめんなさい <laughs> 子子子のの椅椅ががなんか食事の椅子が映したちょっとね家からちょっと収録をしてるもので <laughs> ちょっと恥ずかしいもの見えちゃったんですけどごめんないちょっと話飛んじゃったんですがあのさっき子どもの習い事の話したんですが私が子供の時習ったのはバレエ学習塾ピアノタップダンスジャズダンスとにかくいろいろやりましたプールもいたかな。 でもね昭和のね先生たちは全部怖くて足がすくんでどれも嫌な思い出しかないですただ一つだけタップダンスだけはいまだにあのワクワクした気持ち思い出します当時ねミュージカルアリーに憧れて始めてで怖い先生だったんですけどやっぱり子供自分が好きやりたいと思って通ったものは今になってもいい思い出として残ってますなのでお子さんいらっしゃる方とかはね ご自身の子供が喜んんんでで楽ししいいるるかかなとところを見てて進めてあげるといいかもしれませんね。私も息子にそういうふうにしていきたいなと思っていろいろチャレンジですけどもやっていきたいなと思います。それでは今後もリスナーの皆様のメッセージやゲストをお迎えしながら番組をお届けしますので一緒に番組を盛り上げていってくだされば嬉しいです。 それでは皆様ハッピーな週末お過ごしください。また来週お会いいたしましょう。それではお相手は米沢ゆりでした。この番組は花ある人生をお届けする株式会社リアンベールの提供でお届けしました。それではおやすみなさい。